おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。8月16日月曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。朝9時の予想天気図となっています。一旦下がっていた、南下していた秋雨前線が北上してきます。九州を中心に大雨に警戒が必要です。また前線が近い太平洋側を中心に雨が降る時間が長くなりそうです。また北海道はシアラインの影響で雨が日本海側を中心に降りそうです。では全国のお天気をアイコンで確認していきます。西日本、東日本では雨のエリアが広がります。特に九州や中国地方の特に西部を中心に大雨に警戒が必要です。新たな災害の発生などに警戒が必要となります。各自治体から発表される避難情報にもご注意ください。その他西日本、東日本は太平洋側を中心に雨の降る時間が長くなります。その他のエリアも含めて各地一時的な雨の強まりにご注意ください。西日本、東日本はこれまでに降った雨の量も多くなっています。少しの雨でも土砂災害が発生する可能性がありますので、危険な場所には絶対に近づかないでください。北日本方面では日本海側などを中心に日差しが届きそうです。ただ北海道では日本海側を中心にシアラインの影響でにわか雨の可能性があります。空の変化にお気をつけください。関東など、そして北海道まで太平洋側中心にそこまで気温はあまり上がらない予想となっています。ジメジメとした体感となりそうです。その他は蒸し暑さも感じられそうです。以上、全国のお天気もお伝えしていきました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースの方からも確認いただけます。ぜひご活用ください。